人か。俺も舐められたものだ。修行の成果、見せてやる。貴様はここで終わりだ。やってやる。クールシリケン、よっしゃ、もらったっていた。形が変わりやな。
で決めてやる。よし、どれほどの術になったか試してみるぞ。よし、四代目。やったね、ナルト。ナルト、すごいじゃない。よくやった。封筒、螺旋手裏剣、攻撃回数が桁外れだ。あれはシャリンガンでも見切れない。ナルトは本当に強くなってきた。俺を超えるくらいに。感じてるか、ナルトの目の先にいるお前がナルトをどんどん強くしていってるんだよ。なあサスケ。そろそろ世代交代の時代だな。よし、みんな解散だ。五代目には俺の方から報告しておくから。おっす。ねえねえ、しかまる、この後ご飯でも食べに行かない？ねえ、悪い長次、俺ちょっと用事があってよ、先行くわ。じゃあな。こんなとこにいたんすね。つか、出歩いてていいんですか？鹿丸。どうしたんすか？ただ、ちょっとね。将棋の相手がいなくなったわね。あなたはアスマの一番のお気に入りだったから、寂しくなるでしょ。大切なことから、くだらないことまで、いろんなことを教えてくれたんすよ。俺、めんどくせえってダダこねてたから、ガキの頃、そのせいで失敗ばっかして、その度、アスマに守られてばっかで、それでかな、つかみどころのない変な先生だったけど、俺にとっちゃ、むちゃくちゃかっこいい大人だった。今度は俺の番すよ。その子が生まれたら、今度は俺がその子を守る師ですから。
かっこいい大人にならねえと。ありがとう。もし木の葉の忍びを将棋の駒に例えるなら、玉が誰だかお前にはわかるか。木の葉を担うこれからの子供たち、それが玉だろ、アスマ。俺の火の意志、お前に託したぞ。ああ、しっかり受け取ったぜ。よう、ナルト。エロセニ？どうだ、一杯。ってわけで、性質変化をものにできたんだってばよ。さすがはわしの弟子、わしも鼻が高いぞ。どうした？今回は、いろいろ考えることがあったってばよ。アスマたちのことか。うん。人を失うという悲しみはこの上なく辛く苦しい。つながりが深ければ深いほどその悲しみは深くなる。それは人である以上当然の感情だ。だがその悲しみを超えることができれば人はまた強くなる。今回の一件でシカマルたちは大きな傷を負ったが、アスマの意志を引き継ぎ新しい強さを手に入れた。そういうのあんまりわかんねえってばよ。今はそれでいい。だがいつの日にかお前にもわかる日が来る。そうかな。わしは信じているぞ。たとえお前が同じような目にあったとしても、しっかりと前を向いて進んでくれることを。その瞳は曇ることなく信じた道を突き進むことをな。へ、いきなり何の話をしてんだ。わしはいつでもお前を信じておるからな。はあ、どうしたんだよエロセニ。さて、どっちがラーメンを早食いできるか競争でもするかの。負けた方がここのお代の支払いだ。あと、いきなりずるいってばよ。相手を油断させてことを有利に運ぶ、これも立派な策の一つよ。ジクシュー、そういうことだったんだな。負けるか。いくつもの戦いを経て少年たちは強くなる。ゆっくりと確実に。時代は移り変わろうとしていた。親から子へ、師から弟子へ。力、技、思想、幾多のものが受け継がれ、つながりが生みし、一筋の光を信じ、少年は道を歩む。そして闇もまた同じく巣穴の中で力を蓄えし、復讐に囚われた者、彼もまた新たなる道を今こそ歩まんとしていた。羽ばたきの時が迫っていた。